皆さん、おやっとさーん。KKB 動画アプリ、カプリアンバサダーの森りさです。今回はスタジオにディスカウントドラッグコスモス、桐原さんにお越しいただいております。桐原さん、よろしくお願いします。突然なんですけれども、私学生時代からの悩みがありまして、このそばかす、そして30代に突入してからは、シミとかお肌の乾燥がめちゃくちゃ気になるんですよ。シミそばかすって気にはなるんですけど、なかなか対策が難しいですよね。そうですよね。そんな森さんにおすすめなのが肌見手というツールです。肌見手、以前カプリでもご紹介させていただいたツールですね。はい。 でもお肌の状態は日々変化しますので、ぜひこまめに診断されてください。なるほど。一度や二度だけじゃなくて何度でもチェックするのがおすすめということですね。はい。こうやって自分の肌状態が分かると対策というのも取りやすくなりますよね。コスモスに行けばそういった相談にも乗っていただけるんですか？はい。ディスカウントドラッグコスモスではお気軽にご相談いただける相談員もおりますので、ぜひお声掛けください。そしてシミ改善と美白有効成分が配合されている大人気美容液ワンバイコーセーメラノショットがリニューアル、コーセーから2月16日に発売されました。今日お持ちしましたので、ぜひ森さん使ってみてください。これずっと気になってたんですよ。いいですか？はい、どうぞ。では使ってみたいと思います。じゃあ、よいしょ。あ、結構いい香りがしますね。あ、そして肌なじみがすごくいいです。お肌が少し明るくなったような気がしますね。これってどういったタイミングでお使いいただくのがおすすめですか？はい、こちらの美容液は朝晩化粧水の後に使うのがおすすめです。普段使いできるっていうのがやっぱりいいですよね。はい。こちらはコスモス全店で発売されておりますので、ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。それでは私も早速行っちゃいたいと思います。コスモスへドロン。